まあでも生きてりゃいいと思うんです。何やってたってとにかく生きてりゃいいと思うので、まあ仕事がある限りはいい仕事するけど、まあ生きてりゃいいなと思います。2022年春から関東近郊の山で暮らしている俳優の東出昌大さんにアベマエンタメが独自インタビュー。山での自給自足生活と俳優業の両立について明かしました。忙しければやっぱり役者業は結構忙しいので、3週間京都行きっぱなしとか、なんか一月拘束とか全然ザラにあるので。意外に山にこもりっぱなしっていう感じじゃない？じゃないです。結構そうですね、お仕事いただいてなんか東京ほっつき歩いてることもあると思うので、だから、あ、東だよ、お前なんで山にいねえんだよとか言わないでいただきたいなと全然東京とかも歩いてるので幼少期から動植物が好きで田舎暮らしに憧れていたという東出さん、山で暮らすことを決めたきっかけは？東京にいても別に今地方からも通えるので、だから東京にいることも別にないかなと思ってたら、地方で活躍なさってる漁師さんと知り合う機会があって、でこっちに住めばいいじゃん、こっちから通えばいいじゃんって言われて、なるほどそうだなと思って、で今ちょっと奥まったところに住んでるっていう感じです。2017年に出版した写真集の撮影にあたり、狩猟免許と猟銃の所持資格を取得したという東出さん。それを生かし山では自給自足の生活を営んでいるといいます。いやいいですよ、楽しいことはいっぱい。庭に今銀杏が落ちてる季節なので、それ水洗いして火で炒って塩入り銀杏作ったり、あとキノコそこいら中に生えてるので、これ食べれっかなと思いながら取って、師匠のところ行ってこれ食べれますかって、いやーわかんねえけど食ってみよう、明日でっくん生きてたら俺食うからとか言われてじゃあやめときますなんて言いながら、そんな生活してます。極端にお金かかんないです。この3日間お財布使ってなくて、お財布どこ行ったか分かんなくて、今日東京来るのにお財布探したんですけど、免許証必要で、なんかいろんなもの拾って食べてます都会の喧騒を離れ半年以上、人気俳優の山小屋暮らしを聞きつけ、たびたび記者が取材に訪れるといいます。世間の関心に東出さんが思うことは？そっとしといて地元の女性漁師さんと歩いてるところを撮られたんです。でも女性漁師さんですよ、一緒に山に行ってる時で、そこで密会みたいな、山で密会みたいな記事でも、その女性漁師さんの彼氏さん知ってるし、いやそんなんじゃないしで直撃を受けて、でももうそんなんじゃなくて普通に正規で取材してください、だったら普通に答えるので、お答えするのでって言って、そしたら、あ、じゃあって言って編集部に掛け合って正規で取材してくださるっていうので、別に見せたいっていうわけじゃないけど、ここまで来たなら何かと思いながら、一緒にお風呂入って飯食って酒飲んで、いろんな週刊誌の記者さんの話とかカメラマンの話とか聞いたり、こっちも、あ、そうなんですねと言いながらで、写真撮ってもらってっていうか撮られてっていうかそうしたら後日連絡来て、取材料振り込みますって言うから、あざすまあそんなこんな、だから別に表に何か広めたいとか知ってほしいとかいうことは今の生活は別にないです。聞かれたらまあ別に答える範囲で答える。しかし中には心ない記事を書かれることも。さらにそれを読み過剰に反応する読者がいることに対しては、インタビューとかがあったときにその一言抜かれて見出しになると、もうそれを鬼の首取ったように喜んで叩く人たちがいるんです、まあ、それぐらいみんな忙しいと思うんです、その深く知ろうとしないって、だしそれぐらいみんな暇だと思うんですでもなんかまあ何言われても何書かれても、まあ
近しい人たちとの真実っていうのは別に揺るぐわけではないし、その書かれてたり言わされてる文字に殺されるとかそういうのを気にして実生活がっていう方がよっぽどバカバカしいので、まあ別にもう今後は何言われようと大丈夫かなと思う、東出さんは山での狩猟生活を行いながらフリーで俳優活動も継続。12月9日に公開される新作映画天井の花では主演を務めました。自分の愛が伝わらなくて先生はもどかしいんですよ。あなたがどんな詩を書いたところで日本は戦争に負ける。たとえ天地が滅んでもこの愛は変わらない。天井の花は戦時中という激動の時代を生きた詩人三好達治を描いた物語。三好は師匠萩原朔太郎の妹恵子を16年4ヶ月愛し続けた末に結ばれるも暴力を振るい傷つける。そんな苦悩を抱える主人公を演じた東出さんは三好を通じて愛について考えたといいます。僕は演じてる時は一生懸命恵子のことを愛してるんだ、でもなんで分かってくれないんだとか、俺は愛してるに決まってるとかいろいろ思ってたんですけれども、朔太郎さんのお孫さんの萩原朔美さんと詩人っていうその生き方について話をしてたら、詩人っていう人間が人を好きになり得るはずがないっておっしゃってて、なるほど深いことおっしゃるなと思いながら、言葉っていうのを目的にしながら生きてるのが詩人である。だからある意味では誰も到達したことのない芸術点に到達しようと言葉を目的にして操ってる人たちの生き方っていうのはもう本当にどんなものを作ってもパイオニアにならねばならないし、それに取り憑かれた方が女性を愛せるのかとか、はたまたっていうような話もしたりしてて、何ですかね愛って撮影では女性を傷つける役を演じる中で東出さんが自身を傷つけるシーンもあったといい、初めてだったんですけど、そのお芝居の行動を示すことをとがきっていうんですけど、台本の中にとがきの中で自分を力いっぱい殴りつけるっていうとがきがあって、初めて自分を力いっぱい殴りつけましたカメラマンさんの助手さんが久しぶりに人の殴られた音聞いたって言ってましたどんな音したんですか。ゴッてもうバーンと火花が散ったので目の中で、あやっちゃったなと思いながら、そんなこんなでした俳優活動を行うにあたり移住した山と撮影現場を行き来しているという東出さん。2012年に公開された映画霧島部活やめるってよで俳優デビューして10年、東出さんにとって俳優業とは。こだわりというか、でもお金稼ぐ手段ですからね。なんか反応反 X っていう言葉があるんだけど、今の生活それに近いなと思って、半分農業とかやりながらその半分の X でこの普通に生きていくだけの金銭を稼ぐっていう。だから仕事があればやるけど、仕事がなかったら自然消滅引退みたいになるんですかねって感じなのかな。今幸せなのかなと思いまして。難しいことをおっしゃいますね。幸せを実感する時もあるけど、もちろん今後不安に思わない気持ちもないし、急に寂しさに襲われることもあるけど、それでも生きてるから御の字じゃないかなって、でも考え続けようと思います。ご視聴ありがとうございます。アベマアナウンサーの西澤優です。アベマならご覧の番組をフルで見放題。動画の続きはここをクリック。